今日午後、アイドルグループキング&プリンスのコンサート中、スモークを出す機械から出火しました。火は関係者が消火器ですぐに消し止めました。5分ぐらい、5分10分ぐらい。歌始まったら急になんか燃えてた。真ん中のステージの上。この火事で会場にいたおよそ6000人が避難したほか、数人が煙を吸うなど体調不良を訴えているということです。コンサートは途中で打ち切りとなりました。